今回は孫子の第9編となる行軍編の全文を見ていきたいと思います。孫子は比較的抽象性が高く、いろいろな場面で応用できると説明してきましたが、この行軍編は孫子では珍しく、実際の戦場に即したかなり具体的な説明を行っています。行軍編というタイトルの通り、軍隊を行軍させるときに注意すべき地形や、さらには敵の様子を観察してその状況を具体的に推察する方法についても解説しています。このような具体的な話は2500年前の戦場に最適化されたものであり、現在とは少し事情が異なりますが、その根本的な考え方についてはそれでも大変参考になることが多く含まれています。この行軍編は孫子13編の中でも内容が多い編となっていますが、重要な点については見逃さずに解説していきたいと思います。それでは早速本文を見ていきたいと思います。孫子曰く、およそ軍隊を配置し敵情を偵察するためには、山を越えるためには谷沿いに進み、草木が茂っているところを探して高い位置を占め、戦うときは高地から低地に向かい、逆に低地から高地へ攻め上がってはいけない。これが山での戦い方である。川を渡り終えたら必ずその川から遠ざかり、敵が川を渡ってやってきたら、敵がまだ川の中にいる間に迎え撃ったりせず、敵の半数が渡ったところで攻撃するのが有利である。戦う場合は川の間際で敵を迎え撃ってはいけない。上流で雨が降って川が泡立っているときにもしも渡ろうとするのであれば、流れが落ち着いてからにするのが良い。草木が茂っているところを探して上流の位置を占め、下流から川の流れに逆らってはいけない。これが川での戦い方である。承諾地を渡る場合は素早く通過して軍をとどめてはいけない。もし承諾地の中で戦う場合は水草の近くで森林を背後にして戦うべきである。これが承諾地での戦い方である。平地では足場の良い平坦な場所を占めて、高台を左の背後に置き、荒地を前方にして後方に草木が茂る場所を配するのが良い。これが平地での戦い方である。この4種類の地でうまく戦ったからこそ皇帝が4人の帝王に勝つことができたのである。行軍編の冒頭となるこの章では、実際の戦場における具体的な注意点を挙げています。ここで言及している内容を現在一般生活を送っている我々がそのまま応用することはできませんが、大切なのは有利不利になる原理原則や定石を知っておくという考え方になります。原理原則を押さえたら、それを応用して状況に合わせて逆の行動を取るというようなこともできるようになります。例えば、三国志で有名な泣いて馬謖を切るの故事では、馬謖は1番目の言葉をそのまま受け取り、本来であれば谷間の道路を通れないように防がなければいけなかったところを山の上に布陣し、水を断たれて大敗しました。孔明は馬謖を大変可愛がっていましたが、兵法を上っ面だけでしか理解していなかったのかと嘆き、その責任を問うて泣きながら馬謖の斬首を命じました。兵法の文章のみを理解して、戦局全体を見通せていなかったため、起きた過ちですが、まさに孫子が言うように、兵法とは臨機応変が求められるものと痛感させられます。ちなみに最後に出てくる皇帝はユンケル皇帝駅でも有名ですが、三皇五帝の中の五帝の最初の人物となる伝説上の帝王となります。彼は反乱を起こした怪物である蚩尤を倒し、中華民族の祖と呼ばれるようになりました。およそ軍は高地を好んで低地を嫌い、日当たりの良い場所を好んで日当たりの悪い場所を嫌う。健康に留意して水や草の豊かな場所に布陣し、軍に疫病がなければこれこそが必勝の軍である。丘陵や堤防などは日当たりの良い場所に布陣し、丘陵や堤防が右手の背後となるようにする。これこそが戦争に有利な条件であり、地形の助けを受けることができる。この章は孫子では珍しく兵士の健康について語っています。現在のビジネスに当てはめて考えると、社員の職場環境や安全衛生に気をつけるべしということを説明しています。2500年前に安全衛生を語っている大変興味深い一文となります。およそ地形で絶壁に挟まれた谷間のような地形、四方が切り立った自然の井戸のような地形、三面を囲まれた自然の牢獄のような地形、草木が生い茂って自然の鳥網のような場所、自然の落とし穴のような地形、狭い洞穴のような天然の隙間がある地形があれば
速やかにそこを立ち去って近づいてはならない。自軍はその地を避け、敵には近づくように仕向けなければいけない。自軍はこれらの地形を正面に見て、敵には背後になるように仕向けなければいけない。ここでは具体的に近寄ってはいけない地形について説明しています。一目見て危険な地形ばかりなので、改めて読むと当たり前のようにも見えますが、あえて説明しているということは、戦場ではたびたびこのような地形で危機を迎えるような戦いが繰り返されたのかもしれません。よほどの理由がない限り、君子危うきに近づかずが原則となります。行軍中に険しい地形、池や窪地、葦の茂った場所、山林、草木が茂った場所があれば、必ず注意深く捜索しなければいけない。これらは伏兵が潜んでいる場所である。非常に短い文ですが、この文章を見ると、漫画横山見捨てる三国志で曹操が赤壁の戦いで敗れた後、命からがら逃げ延びた火曜道でのエピソードを思い出します。火曜道はまさにここに書かれているような伏兵を隠しやすい草木が茂った細い道でした。曹操はこれを見て、周囲も孔明も思ったほどではない、もしもこの曹操ならここに伏兵を置いて敵を全滅させると豪語しますが、その直後に趙雲に襲われ、次に張飛に襲われ、最後は関羽に襲われてしまうというエピソードでした。曹操は孫子の標本を編纂したとも言われており、この文章にも通じていたことは確実であり、私ならここに伏兵を置くと豪語しましたが、孔明はさらに上手を言って、趙雲、張飛、関羽という3人もの猛将を配置していたのでした。孫子を知っていると非常に面白いエピソードであると理解できると思います。敵が自軍の近くにいながら静まり返っているのは、その地形の険しさを頼りにしているからである。遠くにいる敵がわざわざ攻めてくるのは、こちらの進軍を望んでいるからである。平地に布陣しているのは、餌でこちらをおびき出そうとしているからである。木々がざわめくのは、敵軍が森林の中を進んでいるからである。たくさんの草を覆いかぶせてあるのは、伏兵の存在を疑わせようとしているからである。鳥が飛び立つのは、伏兵がそこにいるからである。獣が驚いて走り出してくるのは、敵が奇襲攻撃をしようとしているからである。砂塵が高くまっすぐ舞い上がっているのは、戦車部隊が進撃してくるからである。砂塵が低く広がっているのは、歩兵部隊が進撃してくるからである。砂塵があちこちに散らばって細長いのは、薪を集めているからである。砂塵の量が少なくて行ったり来たりしているのは、陣の設営をしているからである。この章では敵軍の表面上の動きや状況をしっかりと観察し、その真の狙いを分析することの重要性を具体例を挙げながら解説しています。この中で特に有名なのが、鳥が飛び立つのは伏兵がそこにいるからであるという部分になります。日本では孫子の標本のこの内容は平安時代には広く知られていたようで、かの有名な平家物語の富士川の戦いでもこれに関連したエピソードが出てきます。1180年に駿河の国富士川で源氏と平氏は対峙します。この時平氏は数的に劣勢で士気が低下していました。そこに何かのきっかけで富士川から水鳥が一斉に飛び立ちますが、これを奇襲と誤認して平氏は総崩れとなり、戦わずして敗退することになります。このエピソードからも、鳥を伏兵や奇襲の目安とする孫子の考え方が広く広まっていたことがわかります。敵の使者が減り下っていて守備を固めているように見えるのは、実は攻撃をしようとしているのである。敵の使者の態度が強硬で進行してくるときは、実は退却の準備をしているのである。軽戦車がまず前方に出て側面についているのは、陣を構築しているのである。困窮していないのに和睦を求めてくるのは策略である。伝令が慌ただしく走り回って各部隊を整列させているのは、決戦の準備をしているのである。敵が進んだり引いたりしているのは、こちらを誘い出そうとしているのである。この章でも引き続き表面上の行動とその真の狙いについて解説しています。守備を固めているように見せるときは実は攻撃しようとしており、進行してくるときは実は退却している可能性があると解説しており、行動と真意が正反対になることがあるとしています。これは現在でも通じる交渉術であり、国際政治の場でも時としてこのような手法が用いられることがあります。例えば北朝鮮は国はボロボロですが、国際支援や情報を引き出すために常に強気な態度を取ります。このような内容は常に心に留めて、実際のビジネスの場で使えるように慣れておくと、有利に話を進めることができます。
兵士が杖にすがって立っているのはその軍が飢えているからである。兵が水を汲んで真っ先に飲んでいるのはその軍が飲み水に困っているからである。利益がある状況で進撃してこないのは兵が疲労しているからである。鳥が集まっているのは人が物気の殻だからである。夜に叫ぶ声がするのは兵が臆病で怖がっているからである。軍が騒がしいのは将軍に威厳がないからである。旗差し者が揺れ動いているのは軍が乱れているからである。役人が怒鳴り散らしているのは軍が疲れているからである。馬に兵糧米を食べさせ兵士が軍馬を食べ鍋釜が見当たらず幕舎に帰ろうとしないのは窮地に立たされているからである。指揮官が控えめな口調で兵士たちと話しているのはみんなの信頼を失っているからである。むやみに賞を与えているのは苦慮しているからである。むやみに罰しているのは困惑しているからである。最初乱暴に人を使っておきながら後になって兵の離反を恐れているのは最も配慮の行き届いていないことである。わざわざ贈り物を持ってきて休戦を申し出るのはしばらく軍を休めたいからである。敵軍が怒って攻めてきたのにいつまでたっても戦端を開かずまた撤退もしないときは注意深く状況を観察すべきである。ここでも引き続き敵の様子を見てその状況を推察する方法が具体的に説明されています。特に部門責任者や経営者など人を使う立場にある人は後半の指揮官が控えめな口調で兵士たちと話しているのはみんなの信頼を失っているからであるから最初乱暴に人を使っておきながら後になって兵士の離反を恐れているのは最も配慮の行き届いていないことであるという部分については頭に入れておくと良いでしょう。この指揮官と兵士の関係の具体的な内容については次の章で出てくるため引き続き見ていきましょう。兵は多ければ良いというものではない。ちょっとつ盲信しないようにして味方の戦力を結集し敵情をよく考えて行動すれば十分に勝利できるのである。よく考えることなく敵を侮っている者は必ず敵に捕虜とされてしまうのである。兵士たちがまだ将軍に懐いていないのに懲罰を行うと兵は振幅しない。振幅しないと十分に働かせることができない。逆に兵士たちがもう懐いているのに懲罰を行わないでいると兵を働かせることはできない。だから兵を懐けるためには恩徳をもってし統率するためには刑罰をもってする。これを必勝の軍というのである。法令が普段から公正であれば命令して民は従うものである。法令が普段から公正でなければ命令しても民は従わない。法令が普段から公正なものは民衆の信頼を勝ち取ることができるのである。行軍編の最後となるこの章では前までの超具体的な内容ではなく孫子らしく少し抽象度の高いお話に戻ります。兵士たちがまだ将軍に懐いていないのに懲罰を行うと兵は振幅しない。振幅しないと十分に働かせることができない。逆に兵士たちがもう懐いているのに懲罰を行えないでいると兵を働かせることはできない。だから兵を懐けるためには恩徳をもってし統率をするためには刑罰をもってする。これを必勝の軍というのであるという部分は実際に組織責任者をやっている人はよくわかると思いますが優しすぎるだけでも厳しすぎるだけでもうまく組織を運営することはできません。この飴と鞭の使い方や使う順序は非常に参考になります。また最後に法令が普段から公正なものは民衆の信頼を勝ち取ることができるのであるとしていますが非常時のみに公正な態度を取るのではなく指揮官たるもの普段から全ての行動を公正にしておかなければ民衆からは信頼されないとしています。現在の戦いといえばスポーツはその一つに挙げられますがスポーツの世界では優勝するような強豪チームなどが厳しい中でも自制心と思いやりがありチームワークを発揮しているような状態を規律が取れているなどとよく表現したりします。孫子が説明しているのはまさにこのような状況となり万事を公正公平にしなければ組織を規律を持って運営することはできません。孫子も責任者が率先してこのような状況を作るべしとしておりこれは心に刻んでおくべきでしょう。まとめ。行軍編は具体的な内容が多く昔の戦いの状況に基づいて書かれているため現在にそのまま応用することはできない内容も含まれますが歴史ファンにとってはこのような内容も大変興味深いものとなると思います。漫画キングダムや三国志でもこの内容を知っていると楽しめるものが多くあるので孫子を読んでから漫画を読み返してみるとより楽しめると思います。それでは今回の重要な内容を振り返っておきたいと思います。敵の使者がへり下っていて守備を固めているように見えるのは実は攻撃しようとしているのである。
指揮官が控えめな口調で兵士たちと話しているのは、みんなの信頼を失っているからである。兵を懐けるためには恩徳をもってし、統率するためには刑罰をもってする。これを必勝の軍というのである。法令が普段から公正なものは、民衆の信頼を勝ち取ることができるのである。以上、孫子の第9編、行軍編でした。